全国の御朱印ストの皆さん、こんにちは。えのきジョージです。前回の動画、鬼門屋八幡宮の動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。とても美しく整備された境内の目黒区を代表するお祭りが行われているということでも知られている神社なんですよね。この地の地名の由来となった鬼門石がご安置されていたり、そこに至る経緯ですとか、この地の歴史を感じることもできます。そしてここの御朱印も人気なんですよね。まだ見てないよっていう人はぜひ見てくださいね。ついでにチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。さて、今回ご紹介いたしますのが、静岡県駿東郡に鎮座します東口本宮富士浅間神社です。またの名を須走浅間神社。ここは古くから鎮座する歴史ある神社なんですよね。それではご覧ください。どうぞ。ギリギリバーン。東口本宮富士浅間神社。静岡県駿東郡富士山の東側に位置する須走口登山道の起点に鎮座する神社。平安時代初頭、桓武天皇の御代、延暦21年、西暦802年、富士山の登録が噴火した。そのためこの須走の地に斎場を設け、鎮火の祈願を行ったところ、見事に噴火が収まった。これにより平勢天皇の御代、大同2年、西暦807年に鎮火祭が行われた跡地に豊祭のため社殿が造営されたと伝えられている。また創建後間もない頃には弘法大師が当社を訪れ修行を行い、富士登山をしたという伝承もあり、近世までは弘法寺浅間宮とも称されていた。江戸時代頃には一般庶民による富士登山信仰が盛んになり、富士東口登山道の本宮として駿河の国と甲斐の国を結ぶ交通の要所であった須走村の宿場町とともに栄え、浅間神社神主のもとに編成された須走村の推しは小田原藩及び京都の吉田家の庇護を受け、その活動は関東一円にも広がった。特に宝永の大噴火によってこの地域がほぼ全焼全壊し、3メートル以上もの荒廃で壊滅的な打撃を受けると、推しなどの富士登山関連に依拠する側面が強まり、灰の除去作業が行われ現状の復旧がなされた。生い茂る木々もこの美しい景観も当時の人々の思いがつながっている。現在の社殿は奥より本殿、幣殿、拝殿からなる権現造りで、拝殿は入りもや銅板葺き、平入り、正面千鳥箔付き、桁行き6軒、正面1軒後輩付き、本殿は三軒車流れ造り。御祭神は此花咲夜姫の御事、大名無知の御事、彦穂穂出美の御事。御利益は開運、安産、子授け、商売繁盛、食産守護、五穀豊穣、企業成就、病気平癒、良縁祈願、家運流昇、会場安全、公開安全、家防守護、そして富士火山鎮護などなど。
境内末社。古い時代よりこの境内には比叡神社、山上社、琴平神社、霧島神社、高尾神社、社後神社の6社が合祀されており、それぞれの祭神15柱が祀られている。その中でも社後神社は最も古く、本社の鬼門除けとされていた。そのお隣にあるのは琴城主の御事と大国主の御事を祀る恵比寿大黒社。七福神でおなじみの恵比寿様と大黒様がお祭りされているということで、福徳の御利益があるとされている。一通り参拝を終えたら、授与所にて御朱印を。東口本宮富士浅間神社。ここは氏子をはじめとする富士の信仰、そして富士山を徒拝する多くの人たちの崇敬を集めている。富士山の噴火を鎮めた神社の一つである。ブルルルバーン、いかがだったでしょうか。東口本宮富士浅間神社、素晴らしい神社でしたね。今までに何度も参拝に訪れているえのきのお気に入りの神社なんですよ。とにかくね、ここは境内が素晴らしいんです。入り口のところの滝が美しいですよね。信繁の滝って言うんですけれども、もうね、身も心も清められるような感じがするんです。滝ってね、本当に見るだけで癒されるんですよね。真夏でもね、涼しげな感じで、そしてね、参道の木々は力強くて生命力に満ちてるっていう感じでね、気分が上がりますよ。もうね、とにかく空気が綺麗。この境内に入った瞬間にね、空気がガラッと変わるのを感じるんですよね。で、このね、富士塚の上に乗る狛犬、実に見事ですよね。昭和7年に三山公より寄進されたもので、このね、獅子の皇都市の様子が描かれているんですね。こういうのって、他ではあまり見ないですよね。狛犬好きにはとてもね、知られている狛犬なんですって。わかる気がします。そしてこの随神門も見事ですね。宝永の大噴火で壊れてしまったものを小田原藩主の大久保加賀の神によって再建されました。朱色が美しいですね。そしてものすごい存在感、何よりね、社殿が素晴らしいんです。本殿、幣殿、拝殿が一体となっている権現造りで、現在の社殿は富士山の宝永噴火の後で再建されたものを、その形を保ったまま修復修繕されたものなんですって。平成18年にはこの地の有形文化財に指定されました。見てください、この彫刻のオブジェ、これもいいですね。これは干支の十二支なんですかね。本当にね、ここは雰囲気がとてもいいんですよ。こういった歴史的なものに触れるっていうのはいいもんですよね。ぐるるるバーン。続いて御祭神です。こちらにお祭りされているのは木の花咲くや姫の御事。富士の神とされている女神で、浅間の狼、美の女神と言われています。天照大神の孫であるニニギの御事の妻で、大山積の神の子神、姉に岩永姫の御事という女神がいます。この花咲くや姫の御事は出産の際、燃え盛る産屋の中で家中出産をしたことから、子宝、
安産の女神とも言われています。大名持の御事、芦原の中津国の国づくりを成した国づかみ代表の神様、つまり大国主の神、雨の冬絹の神と指国若姫の神との間に生まれたスサノオの6代または7代の孫と言われています。日本各地に妻を作り、儲けたこの数はなんと180柱以上。危機の中でも極めて多くの逸話を残す神様です。彦ほほでみの御事、天孫ニニギの御事と木の花咲夜姫の御事の子神で、氷の御事、そしてほずせりの御事と共に生まれた三神の一柱、知人五代の第4代、ひむか三代の第2代です。またの名を山幸彦といい、初代神武天皇の祖父にあたる神様。やっぱりね、神社へ参拝に行くときは、そこにどういう神様がお祭りされているのか、これを知ってから行った方がいいですよね。御朱印。はい、こちらが東口本宮富士浅間神社の御朱印帳でございます。黒地に赤い富士山、素晴らしいですね。この御朱印帳も結構人気があって、この御朱印帳が欲しくて遠方から訪れるっていう人も多いようです。で、裏の方はというと、うっすらと桜の花が入っているんですよね。黒い御朱印帳ってかっこいいですよね。結構ね、えのきの好きな御朱印帳のタイプ。そして御朱印がこちら、右上のスタンプは御朱印帳の絵と同じですね。中央に押された写版もいいですね。7月にいただいたので、文月のスタンプが押されています。こちらは富士山の世界文化遺産登録10周年の限定御朱印、左上には変額のスタンプが押されていますね。この富士山という字、これは二つとない山という意味も込められているんですよね。こちらは富士山開山の限定御朱印、富士山の左右に月と太陽が雲に乗って現れ、中央には玉串、これも雲が運んできてるんですね。このね、御朱印が入ってる封筒もこれもいいですね。最後にこちら、切り絵の御朱印、 4,5 年ぐらい前からいろんな神社仏閣で見るようになりましたよね。この切り絵の御朱印、素晴らしいですね。この朱色というのもいいですね。富士山にこの花咲夜姫の御事を思わせる桜の花、富士塚の狛犬や富士山の変額、この神社を見事に表現されています。額に入れてね、見えるところにでも飾りたいものですね。今回も素敵な御朱印帳と御朱印をいただきました。本当にね、ここはこの場所というのもあるんですけれども、空気は美味しいですし、何よりとても厳かで、ここは神域なんだなというのが肌で感じることができる神社なんですよ。静岡県には素敵な神社がたくさんありますよね。そしてね、この浅間神社もとても多いんです。やっぱりね、富士山を守るこの神社ですからね。で、静岡県といえば、あのえのきにはね、この静岡県の陰陽師の友達がいるんですよ。SNS とかをね、チェックしている人は知っているかもしれませんけれども、えのきにはね、陰陽師のお友達がいるんです。桜木の謙信、以前ね、このチャンネルでもこの写真をご紹介したことがありますよね。実は先日、この陰陽師の桜木の謙信さんと、それからまたこのお友達である神職をされている青木さんとですね、なんというか、まあえのきの、お友達2人をですね、引き合わせる会といいますか、陰陽師とこの神社の神職さんと2人があったらどんなことが起きるのかなとか、化学反応でも起きちゃうのかななんてね。それとお清めとお祓いをしたりとかしてですね、どういうわけかえのきもこの狩り絹を着てお祓いに参加しました。この日はね、陰陽師桜木の謙信の今後の仕事で使う写真の撮影も兼ねていたんですよね。それからえのきのセカンドチャンネルの八百万屋チャンネルの方の撮影もしてきました。まあこの日は4月の19日だったんですけれども、あの陰陽師ゼロの公開日だっていうことでもあって、まあこれ偶然だったんですけれども、いやー、
陰陽師にご縁があるなと。これもね、えのきの SNS ですでに公開されています。今後はね、このセカンドチャンネルの八百万チャンネルの方では陰陽師の話だったり、神社やこの神道の話だったりね、またこの日本の神話の話だったりとかをこのお二人にね、ゲスト出演してもらって、いろいろとお話を伺う機会もあるかもしれませんね。えのき的にはやりたいっていうふうに思ってますけれども、来てくれるといいな。まずは近々、八百万チャンネルの方で、先日撮った動画をアップしたいと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。ビルビルバーン。今回は静岡県に鎮座する東口本宮富士浅間神社のご紹介をさせていただきましたが、この動画の他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介などをしております。よかったら別の動画も見てくださいね。次回からは昨年の9月に行った石川県のシリーズとなります。セカンドチャンネルの八百万チャンネルの方では、えのきが描いた神様の絵で日本神話について語ったりとかもしております。こちらも少しずつ動画をアップしていきたいと思っておりますので、まだ登録をしてないよっていう人はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。各 SNS もやっております。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。セカンドチャンネルも見てくださいね。